ちというものは大変よろしいものでございます。まあ気候として春秋はまことに、暑くなく寒くなくというわけで、召し上がるものでは松茸というものはこれはもう他の時期では味わえまことに結構なもので、なりものでは柿でございますとか、あるいは栗、これはまあ秋の味覚でございますが、この柿と栗が喧嘩をしたという古い話がありますが、柿の木がこちらから栗の木が出て、ああ北風がピューッと吹いてくるんだよ。おお寒いな、どうしたい栗。もう柿じゃねえ、いい色してるじゃん。いい色はよくったってしょうがねえや。どうももうこれ見ての通り葉は振るっちまうし、渋は上がるし、どうにも薄着だから寒いんでやりきれねえ。そこ行くとおめえはいいな、渋着てカバー着て絵が着て、なんだかこうムクムクあったかそうじゃねえ。寒い寒くてしゃあねえんだ、なんか一枚貸し作れ。冗談言っちゃいけねえ。何冗談言っちゃいけねえ。おめえなんざ寒いったってしょうがねえ、先祖の代から震えてるんだからな、まあ、貧乏性に生まれついてんだから我慢しろ。嫌なこと言うな、こさなきゃこさないでいいじゃねえ。貧乏性とは何を言うんだよ。柿は真っ赤になって向かっていきましたが、あの栗の映画というトゲトゲとしたところでパーッと殴られて死体を落っこったが、あいにく松茸がいい心持ちにしなたぼっこをしている。頭の上へもろに落っこったから痛えなあと。この辺の子供はいたずらしてしょうがない、まだ石でも放ったんじゃねえ。まあすまねえ、勘弁してくれ。おや、もう柿おめえか。今俺が落っこったんだよ。栗のやつと喧嘩したんだよ。言うことは尺じゃねえか。俺はこんな薄着で寒いから、あいつは重ね着をしてあったかそうだ、なんか一枚貸せたんだよ。ただ断りゃいいのに、貧乏性だろなんだろ、言うことは尺だから向かってやったが、栗の枝で殴られたんでおめえの頭に落っこったんだよ。そりゃおめえが悪い。なぜったって決して旗うらやんもんじゃねえ。おめえなんざ薄いもんでも着ているから豪儀で、俺を見ねえ、まだふんどしも締めねえ。これはまあ松茸の心持ちだと申します。まことに落語というものはたわいのございませんものに、この松茸をもう一杯持って回ったオチがございますよ。製造製造や、はい、お隣からあの頂戴した松茸はしまったか。あれは、はい、風当たるとこではいかねえちいから、風当たんねえとこがよかんべやと思って小指ついおっさしといたな。本来米びつえ、なぜそんなバカなことをするん。松に米は適役ぬ、松だけの頭に米が一流当たってもそこから腐るてえもんだ。はあ、それでふんどしのりをつけねえかってうまく考えた。まあこの我々の方ではよく色気なんということを申し上げますが、まあ色気という言葉はいろいろに通じますが、ご婦人というからもう色気の取り締まりのようなもので、男にはできないことを女はいたしますから、ね、何ができないかというと、あの子供をこしらえる妊娠をするというのはあれはもうご婦人ばかりで、しかしああいうことを女にばかり頼んでは気の毒だから、男の子は男がはらん で女の子は女が産むようにしたら一番平等だろうなんと言ってね、こないだしきりに、力んでいる方がありましたが、いよいよまた男もこれ妊娠となる、会社に勤める方などはもう臨月間近になってごらんなさい、洋服のボタンがかからなくなっちゃったりなんかして、肩で息をしながら散歩をして、どうしたよまた、あどうした、いやいかん、もう今月が臨月であるから。そのうち虫がかぶって取り上げじいさんへ駆けつけるようになったんや。もうしょうがない、まあ、ご婦人の方がお色気があってよろしいでございましょう。どんなにご器量のいい方でも、あの妊娠をして七月八月ということになるけども、形が少しこう崩れましてね、痩せた人が身重になると手足が細くとお腹ばかりが飛び出す、何のことはないヒキガエルが立ち上がったような形になる。いよいよ月が迫ってくしゃみとおならが一緒に出るようになった以上はもうどうにもしょうがない。これでおやーと生まれた後が大変。よく寝れば寝ると手覗く枕がや、おとなしければ病気になりゃしない、道楽をすれば心配だてんですから、どっちに回ったって楽はできません。
大きくなると女親をバカにしましてね、そらお前いけないよなんてんで小言を言われると悪態をついてるやつがある。何を言ってやんだよこのクソったるババめんち、余計なことばかり言ってやん。何だてえとおりが産んだ産んだってやん。産んだったって腹は借りもんてえことがある。てめえの腹は借りて結構な坊ちゃんができたんだ、ありがてえと思え。わしひどいやつがあるもん、腹は借りもんだなんて言えばって、こういうのが大きくなって話し家になったり何かしますから、どんなしょうがない。とつきとおかで素直に生まれればいいが、中には長引くのがある。お釈迦様は三年三月をお腹にいたと言えますよね。随分長い三年三月で、これが一番長いんだと思ったら、諸腰にはもっとひどいのがありましてね、諸腰ってあのシューマイのできる国ですね。あそこはどうも白いだけに万事のんびりしている。老子という方はおっかさんのお腹に80年いたと言います。どう少し長すぎましたね、80年。置いた方も驚いたろうし、いた方もくたぶれた子でしょう。生まれないと思っていたら80年目に生まれたんで、その時にはすっかり頭がはげてしげの生えたバクバクのおじいさん、取り上げばあさんの方が23年が下だったってますけど、大変なものが飛び出したもので、しかしこの老子という方は大学者で多くの弟子を教えておりますので、先生にまたいろいろ質問なぞをする。今日先生に伺いたいことがございますが、体内が80年もおいでになったということで、お腹にいらっしゃいます時は先生どういうお心持ちで、はあ、母の体内というものはそれは暑くなく寒くなく、まことに心地のよいもので、まあ例えるならトンと秋という気候でしょうな。どういうとこでお見分けがつきますって、折り折り下から松茸が出るから、そんなこと言う。80年もいたらそういうことは分かったでございましょうが、偉い方でございまして九州の宇佐というところへお船が着きます。ここでご誕生になったのが後の応仁天皇様、弓矢の神様というので八幡様とお祭りをいたします。武人は八幡様を皆ご信仰になると言いますが、徳川の家ちゃんって人がこの家ちゃんだって私は付き合ったことはありませんが、家康公というご名君でございますね、江戸城をすっかり改築をし、どっから攻められても牢城のできるようにしたのは家康の知恵だと言いますが、二代までは乱世でございましたが、三代の将軍で初めて世の中が治まる。これから、太平が続いて七代の将軍は七つだったそうで、この方は五短命でお七つで五多解になったという。日本という国にはどうもいろんな難しい言葉がありまして、身分のある方が死ぬと五多解、正業、法業、雲隠れましましたなんてね、酔っ払うと下の回らないようなことを言う。我々はあんまりそういう言葉は使わない。昨夜元号の風呂はくたばったってじゃねえか、世の引き上げに参ったやなんて、ね、まるで剣術を使ってるように死んだことを参ったと言います。次代の将軍がご多解というので八代に治ります。これはまあ順で参りますと、御三家のうちの尾張大納言尾州様が第一の候補というわけ、いよいよ明日は自分が政権を握るというので内心はお喜びでございましょう。これから門を八文字に白かして白い上がろうという、朝の早い商売というのはあの鍛冶屋さんで、暗いうちからもう仕事をしております。親方がトーンと土を入れると向こう土を弟子がテンカーンと合わせるが、間を外さないようにまことに、勇ましいものでトーンと打つと、テンカントンテンカントンテンカン、しきりに仕事をしている前をお通りになって、これがトンテンカンと尾州様には聞こえなかったという。何度聞こえた程度天下を取ると聞いたそう。天下取る天下取ると聞こえる。迷いてえことを言いますが、これはまあ、どなたにでも迷いは多少はあるもので、今は裸で歩くなんてことはできないが、昔は乱暴で博打に取られてふんどし一本でのっそりこう腕組みをして田んぼを歩いて、自分が裸でいるから俺を裸と言いやしないが、裸と言うだろうなと思うから、カエルが鳴いてんのは裸と聞こえますね、神経で。裸だ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 、何だこの師匠、裸だ裸だ、何を言ってやん
なんだ裸だ裸だった。何もこっちは裸になるつもりでやったんじゃねえ。いくら儲けるつもりで取られちゃったんだよ。飼いのくせに生意気に泣きやがってこんにちは。何をしてる。え、何をしてる。飼い犬潰す。かわいそうなことをしなさん。罪のないものをむやみに生き物は殺すもんじゃない。罪はなかねえんだよ。足の面を見てね、裸だ裸だってや。そんなバカなことはない。お前さんを見て泣いたんじゃない、そう思って聞こえたんだ。かわいそうだから話すとやる。いいか潰しまん。かわいそうじゃねえ。かわいそうでも潰す。強情だのね。強情に潰す。潰しにばかりかかってちゃしょうがない。私にその回路を売ってくれない。生き物の命を取られるというのは見ていて誠に嫌なもんだから、どうだ、お売り。売りて、じゃあまあ売りない。いくら。いくらって、いや、カイルがしけたから高い。バカなこと言う。カイルのしけてえのがある、10両。バカなこと言っちゃいけないよ。カイル一匹で10両は高すぎる。どうだ200で。 200? 驚いたけど10両を2000てえな。ひどい値切り方だね。安いけども、まあまあ売りましょう。今売らなきゃ売り損なっちまう。じゃあこれは200。どっさり飛んでるからこれ100つに買ってくれ。そんなに買ったってしょうがない。裸の者はお帳目をもらっていずれが行きましたが、カイル一匹でも助けた方は誠にいい心持ち。お前は無心に泣いているが、ああいう野蛮なやつが殺してしまうという、これからは決して人の目にかかるとこで泣くないいか。それいけ、向こうへ投げてやると。カイルがピャイ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 と飛んでぐるっと向き直って、助けた人の顔をじーっと見上げて、あなた方おれきれきってなこと言いやしない。そう泣くだろうと思えば聞こえますね。我々は聞いていると、カラスはカーカー、鶏はコケコッコと鳴くもんだと思ったら、違うんだそうですね。鶏というものはあれは当天光と鳴くという、東の空が赤むというので当天光という。シャモなんだ鳴りが小さいから起きちゃっちゃってなこと言う。シャモはまた大きいから夜を明けとってんで、ね、みんな鳴き声が違います。カラスという鳥は大変早起き、方々のおかみさんを起こすのがあの鳥の役目で、カカカカカカ、これからカカが起きて台所で水上する。中にはカカの起きない道がある。トトの方が先に起きて台所でへこどこでやっている。こういうのは窓から首を出して、アホアホ、血の悪い鳥でございます。人間というものは、まあ申し上げたように多少は迷いがある。あなた方は結構な奥さんがあってご不自由はないが、どうも家内だけでは寂しいから、もう一人こう内々でおつな女を置きたいもんだが、あんまり若すぎてもいけないしね。去年生まれたてへのあんまりの手数がかかってしょうがないと言って、年場がいいと言っても70過ぎちゃ年間過ぎるから17、8から28くてえところがいい。もう30を越して2になるとシワが出ていけない。シワ32ていけない。色のあんまり白いのは汚れっぽいようだし、裏表のわからないほど黒くても困るから、なろうことなら色の浅黒い、目の縁のちょいっと黒い、 鼻の下の寸法の伸びた、瓶の遅れ毛の縮れ上がった、足の親指のそっくり返った、かかとの詰まった、猫にしても粉子の良さそうなおつな目かけがないかしら。そういう好みの女があるといいが、飲んでんで考えている。後ろからお好みの目かけ。誰か気に入った女を連れてきたかてんで振り向くと、のこぎりの目立て。人間ってものは迷っちゃいけませんね。のいろんなことがその聞こえまして、トンテンカンという土の音が美衆様がお聞きになって天下を取ると聞こえたのかもしれませんが、余計なことを申し上げているうちもおしろいをお上がりになります。大聖明吉良星のごとくに流れている。正面から出てきたのが宗州小田原の城主大久保加賀の神様順でございますから、美衆様の前へ、この度七代の君を七つにてご他界に会いなり、お跡目これなく
下万民武育のため任官あってしかるべし。この時何とお答えになるかと思う。世はその徳薄うしてその人にあらず。へえ、ご辞退になった。断ったわけじゃないんでしょう。ここで「ああそうですか、よろしく、じゃあ今日から将軍私は万事引き受けましょう」なんて言うと、なんだかどうも安っぽくなるから、いっぺん断って、あなたが天下を取ってくださらなければ世の中が収まりませんからと押して頼むだろうから、その時に引き受けようというちょいと見識を見せたよ。結構の髪がへえってんで下がってっちゃった。いやにまた正直なじじいだな。どこへ行くのかと見ていると、隣へ座っている紀州様の前へ「この度七代の君を七つにてご他界に相なり、お後めくれなく下万民武育のため任官あってしかるべし」。はて紀州は何と答えるかと目を離さず見ていると、世はその徳薄うしてその人にあらず。うん、俺の言った通り真似をしてやる。といえどもちょいとこいずりをかけ、紀州って下こすいんですからね、国にいた自分にはあなたお産婆婆の娘をはらましちまって、あとで天一坊という騒動を持ち上げて芝居や映画で銭を儲けようなんで、これ山になる人だよ。といえどもときさん、死も万民のためとあらば任官いたすべし。へえ、なんだバカにしてやん。人にきゃ俺は今日は天下を取るべきなのに、紀州のやつに横取りをされて、とんだバカな目にあったと青菜にしようでぼんやり城を下がります。お屋敷まりかになると、まだ鍛冶屋で仕事をしている、どう引き直してもこれが天下通る天下通る。世には鍛冶屋の土の根が天下を取るとより聞こえんが、そうか、紀州というやつは利口でお城で受け合ったが、私はまだ若年で天下は取れないから、尾州公によろしく頼むと使者を持って頼みに来るのであろう。何にしても幸先の良きことであると思わず鍛冶屋の店をひょいと覗く、親方が真っ赤に焼けた金を水の中にずぶりと突っ込む。キシュー